それでは、ありがとうアロハの1番やってみたいと思います。足ですね、最初ポーズです。ここ見えますか？はい、前に右足を前に出して綺麗に立ってください。はい、そして前奏でお空にキラキラって星空があります。その中から私が生まれてきた星を一つ見つけてください。みんな、私たちは星から生まれてきますよ。星から生まれて、お母さんの子宮に宿って、そしてこの地球に生まれてくるんです。まず、私たちが生まれてくる星、探してくださいね。はい、目猫を探します。あ、一つありました。私の星です。はい、そこをめがけて手を挙げます。はい、これ大事なんですよ。いきなり手を上げて下ろすだけでは踊れないんです。ここね、景色を見て、あ、私の生まれてくる星見つけたら、そこに向かって手を出します。まず感じて、感じることが大事。感じたらそこに手がついていきます。これをよく覚えておいてくださいね。はい、じゃあまず手をやりましょう。ね、手上げて、はい、私の生まれてくる星、それで星からキラ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 って生まれてくるんですよ。ちょっと下がりますね。ある日、星の輝きと共に生まれた命。そう、最初星からキラ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 って魂が降りてきます。そして生まれるんです。このように寄せてきて、アロハの形をしてください。はい、お手で胸の前でバッテンですよ。はい、これぐらいですね。で、ぎゅって、そう、愛おしい命が生まれます。あなたの命ですよ。ある日、星の輝きと共に生まれた命。ステップはカホロ、右に歩いて左に歩いて帰ってきます。はい、その後はママの宇宙に宿った日は、そうなんです。私たちは生まれてくる時に、お母さんが妊娠しましたよって言われる時は、赤ちゃんが子宮に宿って、心音が聞こえたら子宮に宿っておめでたですよって言われるんですけれども、魂はもう最初からここからここからね、もういるんです。魂分かってて生まれてきています。だからお母さんの子宮に宿った時が、あなたの私のお誕生日なんですっていう風に、私はこの曲を作りました。なので、最初お母さんのハートですね、心に宿りました。そしてお母さんの子宮に宿ったね、ここちょっと子宮のところを意識してあげてください。ママの宇宙に宿った日は、で、私のバースで、嬉しいのでくるりと回ってみます。このようにくるりと回って、そしてまたカホロで帰ってきましょう。そうです、嬉しいから回るんですよ。わかりますか？小さい子でやったことありませんか？くるりって回ってみたりしたこと、そんな感じです。はい、そこまでやりましょうね。ある日、星の輝きと共に生まれた命。ママの宇宙に宿った日は、私の心のバースデー。ここで初めて地球に生まれていきます。ステップで1、2、3、4、前に4つ出ましょうね。それと同時に、このアロハしていたお手手を広げてってください。私の心の胸からですね、バースデー。